山越の牛の角きメディアを再生する動画、山越の牛の角き牛の角きとは、新潟県長岡市山越地域、小千谷市などの二重、村号周辺で、江戸時代より行われている闘牛の一種である。国の重要無形民族文化財に指定されている。2004年の新潟県中越地震で開催が中断されたが、2005年に長岡市では、 長岡市東山ファミリーランドを、小千谷市では、小千谷市白山総合運動場を仮設闘牛場として再開した。南総里見八県殿内の越後州後郡二重、村闘牛図。左下に、源津北越鈴木牧師筆、京西英泉宿図と鈴木牧師の越後後郡二重、村闘牛の図が元意となったことが記されている。南荘里見八県伝内では、 おじやの話となっているが、モデルとなったのは、旧山越村虫亀と言われ、闘牛場の背後に描かれた山や地形が、虫亀地区とそっくりだとかつて、山越村長を務めた、坂井翔吾も述べている。越後越郡二十村闘牛の図。長岡市立中央図書館所蔵。極低馬勤の依頼により、鈴木牧師が、越後国越郡二十村で行われていた闘牛の、 取材をした時に描いたもの。南宋里見八県伝第七週刊の七巻には二0村京の牛の角月のエピソードが登場する。差し絵、自弱として古文語防御を中務二0村京の牛の角月の収束は数百年以上、一説には千年以上続いているとも言われる。江戸時代後期に極低馬琴が表した大長編特本。 南宋里見八県殿に二十、村京の牛の角月が登場することから、この頃には、すでに始まっていたのは確かである。起源として、岩手県南部地方から鉄を売りに来た商人が、運搬役の牛も売って帰ったため、その牛を二役として使う傍ら闘牛も始めたという、説、大陸から、越後国に移住した人々が牛を持ち込み闘牛も、 伝えたという説の二説が伝わっているが定かではない。明治から大正期には、20、村京で約130軒ほどの家が、角月用の牛を1から2頭飼育し盛んに行われていた。1978年5月22日、古くから行われている習俗がよく保たれ、伝承されているとして、国の重要向け民族文化財に指定。 平成期に入っても2004年の新潟県中越地震前までは旧山越村で約100頭、小路屋市で約40頭の角付き用の牛が飼育されていた。闘牛場内への立ち入りは長らく女人近世であったが2018年5月に取り組み後の牛の引き回しのため立ち入りが認められた。闘牛ファンの女性が牛持ちになり女子部を作って 普及に努めたことが考慮されたという。セコは花綱を離して、牛を組み合わせる。他地域の闘牛と異なり、基本的に明確な勝敗がつく前、もしくは、降着状況になった時点で引き離すことが原則。これは真事であること、また牛の闘争心を維持するために行われるという。おじや闘牛場、山越闘牛場、おじや闘牛場の会場で5月から11月頃まで、 それぞれ毎月一回程度開催される。ありがとうございます。